ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。古代には様々な謎が潜んでいるのはレ夢ムも知っているよな。その中でもひときわ謎が多く潜んでいると言われるのがシュメール文明なんだぜ。シュメール文明って確かに不思議な存在としてよく取り上げられているわよね。長年研究が進められているはずなのに、未だに分かっていないことはたくさんあると思うわ。実はそんなシュメール文明に生きていたシュメール人が日本人の起源だとする説があってだな。荒唐無稽な話にも思えるが日本の歴史を紐解いていくと、確かに日本国の成立にシュメール人が関係していることがわかるんだぜ。しょっぱなから何言ってるのよ。そんなことありえるわけないと言いたいところだけど、そう言われるってことは何かしらの秘密があるのよね。気にならずにはいられないわ。マリサ、そのシュメールと日本人の関係についてもっと詳しく教えてほしいよ。よし、じゃあ今回は歴史に隠された日本人の起源とシュメールとの関係について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。日本人とシュメールの関係を紐解いていく前に、まずは日本人の起源について話をしていこう。現代の日本人の祖は日本列島の原住民だった縄文人と、大陸から複数回にわたって渡来した弥生人がミックスされたと言われているんだ。縄文人は約1万5000年前から約3000年前にかけて北海道から沖縄まで広く居住していたとされていて、その後に大陸から渡来した弥生人が混血したことが DNA 解析などから裏付けられてきたぜ。縄文人と弥生人にはそれぞれどんな特徴があるのかわかっているのかな？見た目的な特徴としては、縄文人は二重まぶたで彫りが深く、鼻が高く、顎はがっしりしていて、顔の形もしっかりしているとされている。一方で弥生人の特徴としては、一重まぶたで鼻は低く、顎はシャープで、顔の形は面長とされているな。現在の本土日本人は縄文人 30% と弥生人 70% の混血割合という研究結果が出ている。それぞれ違う特徴があるんだね。私的には縄文人の方が割合高いと思っていたけど、弥生人の方が割合が高かったのは少し意外だわ。そんな古代日本だが、もちろん国家というものは存在せず、各地域に部族社会が形成されていたとされている。だがそんな中でもそれなりに統治システムが整っていたこともわかっているぜ。これについては古代中国の史書五漢書には国王の記述が見られることから、西暦107年にはすでに統治が進んでいたことが考えられているんだ。その五漢書って中国の史書なのに日本のことについても記述があるの？実は当時、倭国の王が中国に奴隷を献上していたりと、この時から日本と中国には様々な関係があったとされている。そのため中国の史書にも日本のことが少し詳しく描かれているんだ。そうなのね。じゃあもしかしてその当時の統治システムについてどんなものだったかなど、もっと詳しく書かれていたりするのかな？いや、残念ながらどのような統治システムだったのか、その詳細についてはわかっていない。だが同じく史書の魏志倭人伝というものには当時の日本には30もの国があったとの記述がある。そのことから統治システムが整っていたことはほぼ確実で、国というより部族の集まりに近かったと考えられているんだぜ。研究者の間では3世紀中頃まで小国が分立していた状態だったと言われているようだな。なるほどね。いろいろな文献を見比べることでわかることもあるんだね。そんな古代日本において、これらの各部族が抗争消滅併合などを繰り返し、やがて2つの大きな部族が登場するようになるんだ。それは大和族と出雲族だぜ。大和族と出雲族って聞いたことあるけど、それぞれどんな特徴があるのかしら？まずは大和族から話をしていこう。大和族とは古代から日本本土とその周辺離島を含む日本列島の全域に住む民族のことで、大和民族や和族なんて言われ方をする場合もある。主に九州を統治していた部族で、天孫族という部族に率いられていたんだ。また新しい部族が出てきたけど、その天孫族っていうのはどんな人たちなのかな？天孫族は日本神話において降臨し大和王権を作ったとする古代勢力の総称のことだな。彼らは太陽神であるアマテラス大神を外し、現在の皇室の祖とされているんだ。現在の皇室の祖だなんてかなり重要そうな存在ね。天の孫だから天孫っていうのか。そんな天孫族は現在の宮崎県にあたる日向の国に渡来し、九州地方に存在した原住民の部族を併合する。やがて大和族という大きなグループに成長していったんだ。この大和族のリーダーこそが初代天皇とされる神武天皇で、神武天皇に率いられ九州から東へ進み、現在の奈良県にあたる大和の国に都を建設したんだぜ。へえ、そういう背景のもと大和の国に都が置かれたんだね。これこそが日本最古の国家である大和王朝ってわけか。そういうことだ。長年かけて大和族は各地にあった原住民の部族を併存し日本に統一国家が生まれたんだな。そんな大和族に匹敵するもう一つの大きなグループが出雲族というものだぜ。その出雲族っていうのはどんな特徴があるのかしら？出雲族はその名の通り古代の出雲地域に存在した部族と考えられている。出雲地域というのは今も名前が残っているように現在の島根県地域を指すんだぜ。その出雲を本拠としてユーダ信仰をする海神族と熊烏信仰をする天孫族の派閥に分かれていたんだ。ユーダ信仰も熊烏信仰も初めて聞いたんだけど、一体どんな信仰なのかしら？ユーダ信仰のユーダとは、大国主の神のご子神であるユーダ神を指し、海蛇の神様と言われている。また水に住むとされている龍の信仰からは火南よけ水南よけの守護神。地に住む蛇の信仰からは土地の災難よけの守護神と仰がれている。この二つの信仰が融合しユーダ信仰として現在でも家内安全や家運承福など守護神として崇敬されているぜ。そうなんだね。昔からそういう信仰があって、今でもその信仰が続いているっていうのはなかなか興味深いことだわ。そんな出雲族の一派である海神族のリーダーはスサノオノミコトとされている。このスサノオノミコトとは日本神話で天と地が開かれた天地開闢の時に、イザナギの禊ぎによって誕生した御柱の渦の巫女の一人だぜ。気が荒く乱暴ではあるものの男気あふれる性格であり、神様の中でも人間味あふれる個性的な性格の持ち主だったようだな。なかなか勇ましい人ね。そんなスサノオノミコトについてヤマタノオロチ伝説という神話が残されているんだ。超ざっくり説明すると、高間ヶ原から地上に降ろされたスサノオノミコトが出雲の国において、日本神話に登場する伝説の生物ヤマタノオロチと戦う話だな。このヤマタノオロチは昔から出雲の国の人々を苦しめていて、それに立ち向かうスサノオノミコトの勇敢な姿が想像できると思う。さっき言ってた通り、やっぱりスサノオノミコトはかなり勇ましい性格をしていたんでしょうね。このヤマタノオロチ退治を経てスサノオノミコトはこの地に出雲族の国を建国したってこと？その通りだ。また古事記では彼の子孫がアマテラス大神に国を譲り、出雲の神は隠れたと記述されているな。それってつまりヤマト族が九州から本州に進出した時に出雲族と衝突して、ヤマト族が出雲族を抗争で打ち破り、出雲族が歴史の舞台から姿を消したってこと？まあ素直に読み解けばそうなるだろう。しかしその場合、この古事記の中には一つ気になる点が出てくるんだぜ。どんなことよ？それはスサノオノミコトが高間ヶ原より追放されて出雲の国に降り立ったということだ。そもそも高間ヶ原とは古事記の冒頭天地の初めに登場する。神々の生まれる場所、天津神の住まう場所のことを指す。これはいわゆる大和族の祖であるアマテラス大神のふるさとだが、仮にスサノオノミコトが高間ヶ原出身だとすれば、アマテラス大神を祖としていた大和族と出雲族は同族だったことになると思わないだろうか？あ、確かに。この推測が正しければ、権力争いに敗れたスサノオノミコトの一派が、新たに出雲族を形成したということになる。そう考えるなら、出雲族の中に龍田信仰と熊烏信仰のグループがいたことも納得できると思うんだぜ。確かにそうね。そういえばさっき聞いてなかったけど、熊烏っていうのはどういうものなの？熊烏はもともと天孫族の信仰であり、出雲族の中の一派は天孫族率いる大和族に回帰したいと考えていたんだ。つまり大和族との抗争に敗れた出雲族が大和族に出戻りをしたと推測できるわけだな。なるほど。じゃあこのようにして一度は大分裂した天孫族だけど、それが新たに再統合されて、大和朝廷の中心となった大和族が形成されたってわけなのね。そういうことだぜ。また渡来系の天孫族率いる大和族と出雲族の大きなグループの他に、日本各地には原住民で構成されたいくつものグループがあったこともわかっている。それは気になるわね。例えばどんなグループがあったとされているのかな？いろいろあるが、特に有名なのは熊曽やエゾ、ハヤト、クズ、土蜘蛛などだな。それぞれ特徴的な名前をしているけど、何か特徴とかあったのかな？まず熊曽については、日本の危機神話に登場する、現在の九州南部にあったその国に本拠地を構え、大和王権に抵抗したとされる人々、また地域名自体を表す総称のことだ。そしてエゾは大和朝廷から続く歴代の中央政権から見て、現在の関東地方と東北地方とされる日本列島の東北や現在の北海道や樺太などの北方に住む人々の故障だぜ。エゾに関しては現代でも名前を聞いたことがある人はいると思うわ。私も歴史の授業で名前は聞いたことある。あとはハヤトについては古代日本において、現在の鹿児島県本土部分にあたる、大隅に居住したとされる人々を指す。またクズは現在の奈良県あたりの大和の国吉野郡や、現在の茨城県あたりの日立の国茨城郡に居住したと言われる住民だぜ。そして土蜘蛛についてだが、これは古代日本において大和王権、天皇に恭順しなかった土豪たちを示す名称だ。この土蜘蛛は各地に存在しており、単一の勢力の名ではないんだぜ。土蜘蛛はこれまで紹介されてきたグループとは少し違う感じがするわね。なんか異質な存在な気が。その通り。土蜘蛛は古代日本においてヤマト王権側から遺族視されていて、日本書紀や各国の不土記などでは狼の佐賀、フクロウの杖を持っていた。凶暴であり山野に石窟や洞窟、捕類を築いて住み、長命に従わず中滅される存在として表現されているぜ。また見た目についても異様の存在として描写している文献が多いことも特徴だな。とりあえず天皇に従わなかった異質な存在ってことなのね。実はこの土蜘蛛に限らず今紹介してきた様々なグループは、大和朝廷に基準しないグループのことをそう呼んだに過ぎないと言われているんだ。今気づいたんだけどこれらの名前には色々な動物が隠れているわね。熊とかハヤブサとか、クモとか。お、よく気がついたな。ここではあえて人間ではない名前をつける風習があり、大和朝廷が古代中国の王朝に従ったものと考えるのが自然だとされている。古代中国の王朝に従った風習っていうのはどういうことなのかな？古代中国の王朝には漢民族以外の異民族を軽蔑していた歴史があってだな。その異民族たちはそれぞれ北敵、南蛮、東夷、西獣と呼ばれていたんだ。彼ら異民族は人ではなく獣だとされていて、このような名がついたんだ。そんな差別的なことがあったなんて、現代では信じられないわね。でもそれを踏まえて考えるとすれば渡来系民族が原住民たちを、そのように蔑んだ扱いをしていたとも考えれると思うわ。大和族は日本に統一国家を樹立する際に各地にいた原住民のグループと抗争し、併存していったのね。そうだな。ここまでが超絶ざっくりとした古代日本の部族の動きだ。渡来系の天孫族率いる大和族が一度は出雲族と二つのグループに分かれるも再統合し、大和族は次第に東へ進み、各地に住む原住民グループを統合していったんだぜ。その話も踏まえて改めて考えるとやっぱり日本人の祖は、縄文人と弥生人のミックスだということが歴史的な経緯からもわかると思うわ。よし、ここまで長く説明してきたが次からは、大和朝廷の中心となった大和族と出雲族がどこからやってきたのか、彼らの出自を話していこう。先ほど紹介した天孫族についてだが彼らは朝鮮半島から渡来してきた民族とされていて、大和族を構成し大和朝廷を築いたというのが定説となっている。大和族は原住民を併存していったので日本人は原住民の縄文人と、渡来系の弥生族のミックスという考えも納得できると思うぜ。それがここまで話してくれた内容よね。でもそれって出雲族と大和族が同じグループだったとするならば、出雲族も朝鮮半島から来た渡来人ってことになるの？そういうことだ。実はその説を後押しするような記述があってだな。作家の司馬遼太郎という人の著書の中で出雲族について言及していることがあるんだが、なんでも出雲族はアムール川沿いに住んでいたツングース系の人々だったと書いてあるんだぜ。ツングース系の人々？そもそもこのツングースっていうのは何なの？ツングースとはアルタイ語族に属し、中国東北地方で狩猟生活を送っていた民族のことだ。その中の女神という存在が秦を建国したとも言われているんだぜ。漢民族から見て北方民族に入る民族であるタイ語族に属するツングース語を用いる諸民族の総称だな。じゃあつまり中国の民族ってことね。現在の中国の東北地方ってことは旧満州ってことかな？そうそう。かつてそこから南シベリアにかけての森林地帯で部族に分かれて反応反狩猟生活を送っていたんだ。古くは高句麗を建国した脈族、7世紀末の渤海国を建国したマッカツ族もツングースとされ、最も有力となったのは女真だったんだ。その女神っていうのはツングース系の人ってことよね。その人ってそんなにすごい人なの？ああ、女神は12世紀に金を建国して中国北半を支配したが元に滅ぼされる。後に17世紀初頭に急速に勢力を回復し、秦を建国し全中国を支配しているんだ。そんな人がいたなんて知らなかったわ。ちなみに余談だがこの女神は日本にも来たことがあるそうで1019年に九州の太宰府から、海を渡った続戦50艘が対馬、壱岐、博多湾に来襲したという知らせが朝廷に届いている。これは日本史でいう問の入港という出来事なんだぜ。そんな出来事もあったのね。ということは現在の中国の人たちはツングース系の人もいるってこと？そうだな。また現代の韓国人の祖もこのツングース系と言われているんだ。そのことから日本人の中にツングース系の血が流れていてもおかしくないと考えられているぜ。でも確か日本人と韓国人の DNA って全く違うものだって最近の研究で分かったのよね。お、よく知っていたな。霊夢の言う通りで、この研究結果は日本人と韓国人が同じルーツを祖に持つとすれば疑問として残るんだよな。じゃあ一体どういうことなのかという話になるわけだが、そこで言葉や文化の点から日本人のルーツを考える学者が出てくるようになったんだ。それはなんだか興味深い内容ね。その研究をした学者さんっていうのは誰なのかな？彼の名は原田慶吾、大正時代のバビロニア研究者だ。ここで彼は日本人のルーツはシュメール人だという説を唱えたんだぜ。ここで突然シュメールが出てきたわね。冒頭でもシュメールについて話していたけど、正直シュメールと日本の関係性があまりわからない。これは一体どういうことなのかしら？そもそもシュメール人とは現代のイラクあたりで突如現れた人たちで、またそれと同時に突然消えた謎の民族とも言われている。基本的に文明はだんだんと発展していくものなんだが、このシュメール人たちが築くシュメール文明は出現と同時に完全な文明を携えていたんだ。それはすごいわね。すごいというか、奇妙というか、そんなこと本当にあり得るのかしら。基本的に文明の発展には時間がかかるものなので、出現と同時に完全な文明を持っていたのは不可解だ。そこでシュメール人は宇宙人だったのではないかという説が出るようになったんだぜ。シュメール人が宇宙人？かなりぶっ飛んだ話な気がするけど、それはどういうことなのよ？先ほど紹介した原田氏によるとシュメールには火の神ウトと海の神アーという存在があって、この神たちが日本で崇拝された痕跡があるというんだ。またそれと同時に日本神話はシュメール神話に似ていることも指摘しているんだぜ。日本神話とシュメール神話が似ている？原田さんはどんなことからそう思ったんだろう？まずシュメール人の特徴として航海術に長けていて、海の民と呼ばれていたことがある。そして日本各地の地名はシュメール系の言葉が多いこともわかっている。それらのことからこの季節を唱えたんだろう。そしてこの季節を補強したのが三島敦夫という神主で、この人もなかなか面白いことを言ってるんだぜ。三島さんはどんなことを言っていたのかしら？一般的に天皇のことをスメラと言うんだが、これは古代バビロニア語のスメルを語源としていると言っている。スメルっていうのはどういう意味なの？スメルは神という意味があり、シュメールという意味があるというな。また古代バビロニアにあるキッカモンの模様についてだが、これは太陽を表しているとされている。このキッカモン、実は日本の皇室のものと合致していることが指摘されているんだぜ。確かにそっくり。でもまあ確かにここまでの話を聞いて納得する部分もあるけど、やっぱりぶっ飛んだ話だって思っちゃうんだよね。まあその気持ちもわかる。なんせこれらはあくまで季節であり、学会では全く相手にされていなかったからな。やっぱりそうよね。私もこの説はかなり奇妙なものだとは思うけど、大和族と出雲族の関係を考えると、日本人の祖はシュメール人だとする考えがまといている気もするわ。ちなみに日本神話において出雲の国譲りの話があると言ったが、そこにはアマテラス大神の使者が出雲の国に雨の鳥船で向かい、交渉したという記述がある。そして先ほど言ったようにシュメール人たちは航海術に長けていたと言ったよな。とすれば、この雨の鳥船というのは当時の最高技術で作られた軍艦だった。それに恐れをなした出雲族が無条件降伏をしたとも考えられると思うんだぜ。なるほど。じゃあさっき言ってたシュメール人が信仰していた、火の神ウトと海の神アーの存在についてはどう説明するの？それについては最初の方に話したことが関係してくるだろう。アマテラス大神は太陽神だったことに加えて、スサノオノミコトの一派はユーダといった海の神を信仰していたと言っただろ。その事実とシュメール人の信仰は重なる部分があると思うんだぜ。そう言われてみれば確かに。それなら天孫族内部での信仰対象の争いが大和族と出雲族の分裂に繋がったとも考えられそうね。そういうことだ。ちなみに戦前は天皇は神とされていたんだが、スメラが神を意味するなら納得だと思うし、自らシュメールと呼んだことにも説明がつくと思う。確かにシュメール人が天孫族なら、出雲族の分裂についても辻褄が合うもんね。出雲族にはユーダ信仰とクマカラス信仰という二つのグループがあったとされているが、その中でも大和族はクマカラス信仰だったことがわかっている。このクマカラス信仰の中でもクマ信仰は古代朝鮮で、カラス信仰は朝貢南部で見られるものなんだ。そのことからシュメール人が日本へやってくるまで各地でいろんな信仰を混ぜたことに不敬を感じた一派が、シュメール原理主義を唱えて出雲族を作ったとも考えられるんだぜ。そういうことなのね。じゃあつまりシュメール人が日本にやってきて天孫族になり、大和族と出雲族の大きなグループを経て大和朝廷に繋がったってことなのか。一見ありえないような話にも思えるけど、こうやって一つずつ読み解いていくと結構しっくりくると思うわ。これについてさらに後押しする説があるんだ。それは騎馬民族征服王朝説だぜ。何それ？初めて聞いたんだけど一体どんなものなのかな？ここで新たな説を紹介しよう。なんと大和朝廷を築き上げたのは縄文人でも弥生人でもなく、中国東北部にいたウヨ系の騎馬民族だということだぜ。この説を主張したのは歴史学者の江上奈美夫という人だ。また新しい説が出てきたわね。そもそもこのウヨっていうのは一体何なの？ウヨはアムール川沿いに住んでいたツングース系の民族で、騎馬民族のことを指す。騎馬民族とは騎馬戦術を用いて農耕地帯を略奪する、または征服、あるいはそこへ移住した多くの民族の総称のことだな。江上氏は弥生時代の農耕民族的な雰囲気が古墳時代に軍事的な雰囲気にしたのは、騎馬民族により征服されたためだと主張しているぜ。ちょっと待って、その時代に日本においてすでに騎馬の風習とかあったの？いや、実際そういう風習はこの時点ではなく、5世紀以降に出てきたとされている。また弥生時代と五古墳時代に断絶性はないため、この説に関しては時期にズレがあると批判されたんだ。やっぱりそうよね。だがよく考えてみてほしいんだが、仮にシュメール人が騎馬民族だったならどうだろうか？そう考えるとこの説も案外的外れじゃない気がするんだぜ。それはそうかもしれないけど、それこそただのこじつけじゃない？何かシュメール民族が騎馬民族だった証拠とかって見つかっているの？実はあるんだ。なんとシュメール人の王の墓からは、馬に乗る人を描いた図版が見つかっているんだぜ。これは世界最古の騎馬像とされているんだ。これまで騎馬民族はアジア発祥というのが定説だったんだが、この図版の発見によってシュメール人が騎馬民族だったかもしれない可能性が出てきたんだぜ。そんなものが発見されているの？またシュメール人は自分らのことを人と認識していたことがわかっている。実はこれ、当たり前に思うかもしれないが当時において考えると遊牧騎馬民族国家の特徴と言えるんだ。どういうこと？基本的にこの時代は国家を領域として捉えていて、シュメールたちは国家を人の集合として考えていたんだ。この考え方は基本的に遊牧民の価値観と言えるんだよな。そうなんだ。じゃあやっぱりシュメール人たちが騎馬民族だった可能性は十分に考えられそうだわ。ということはシュメール人は天孫族かつ、騎馬民族だったってこと？そういうことになるな。だとしたら大和朝廷が騎馬民族によって作られたという考えは筋が通っていると思うんだぜ。なるほど、確かに。ここで言う騎馬民族とはツングース系ではなくシュメール人だったと発想を転換させれば、騎馬民族征服王朝説も別におかしいことじゃないしね。そうだよな。しかしこの説が本当だった場合、一つの疑問が浮かび上がる。それはシュメール人が残した文化は完全に失われてしまったのか、ということだ。では最後にシュメール人の文化を継承する可能性がある傘下について話していこう。傘下って聞き慣れない言葉だけど、どんな存在なの？傘下とは日本にかつて存在したとされる放浪民の集団のことだ。定住することなく狩猟採集によって生活しており、身を生産することでも知られている。また交易のために村々を訪れることもあったんだぜ。そうなんだ。何か傘下における特徴とかってあるのかしら？食用の区別があり、例えばポンと呼ばれる傘下は川漁、副業的な位置として竹細工などをしていたんだ。さらに見直し天馬と呼ばれる傘下は実、傍らささら、ほうきの製造、行商、修繕を主な収入源としていたとされているな。いろいろな職業があったことも面白いわね。ちなみに傘下たちは私的所有権を理解していなかったため、村人からは物を盗んだ、勝手に土地に侵入したとして非難されることも多かったんだ。また小屋や洞窟、自社の軒先など、拠点を回遊し生活していたことも分かっていて、人別帳や戸籍に登録されないことも多かったとされているな。なかなか変わった民族ね。この傘下は全国にどのくらいの人数がいたのかしら？明治時代には20万人、終戦直後でも1万人ほどいたとされている。そんな傘下は古代の難民とか大和朝廷に迫害された縄文人の末裔なんて言われたりもしているぜ。あまりいい表現とは思えないけど、まあ実際そんな感じだったんでしょうね。実は彼らには独自の言葉と文字があったそうで、それらの中には日本に太古に知られざる文明があり、多くの民族が知られざる文明を求め日本にやってきたという伝承があるんだ。その太古の知られざる文明を受け継いだのが傘下だという話があるんだぜ。知られざる文明？それってまさか、シュメール文明のこと？その通りだぜ。これらのことから時の為政者がシュメール文明を独占したいために、それを知る人々を迫害し病に追いやったと推測することができるんだ。そのようなことから考えると傘下は異民族というよりむしろ、古来よりシュメール文化を守り続けてきた人たちとも言えると思うんだぜ。なるほどね。なかなか複雑な話だけど、傘下の存在はシュメールの謎を解く上でかなり重要になりそうだと思ったわ。このように日本には歴史上起源不明な民族が存在してきたわけだ。それらの正体についてシュメール人だったという話があるわけだが、まあ未だにその真相についてはっきりしたことは分かっていない。シュメール人を解き明かすことで私たち日本人の起源の謎を解く鍵になることは間違いなさそうね。今後の研究に期待したいわ。ということで今回は歴史に隠された日本人の起源とシュメールとの関係について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？驚くような話がたくさん出てきたけど、なかなか興味深い話だったわ。それにしても日本人の起源がシュメールだとしたらかなりロマンあふれる話よね。どんな結末が待っているのかわかる日を楽しみにしているわ。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。